動かないでね。俺の指、ナイフよりよく切れるから。さっさとすれば。スイ兄ちゃんがごそごそ動くから気がつかれたじゃない。え、僕のせいなの？当たり前でしょ。もうもうもう、よし、お宝は目の前よ。相手は強そうだから、いつでも逃げる準備をして。素晴らしい。それが妖精界に存在する真珠から作られたと言われる霊槍シャスティフォル。強度は鋼をも上回り、真珠の不思議な特性を併せ持つとか。あなたの魔力はその特性を全て引き出す。ディザスター。これで少しは楽しめそうです。よろしければ4対1でどうぞ。夢子よ、地形だろ、ふざけんじゃねえぞ。金の取り合いなんてぬるいことやってらんねえだろ。ゲームの勝者は勝ち点の分だけ引き金を引くんだよ。この銃に好きな数の弾を込め弾倉を回す。バカな奴らだ。半額弁当のために命を懸けるなど。本当にいいのか？分かってる、何も言わなくていい。入部届確かに受け取った。ハーフプライサー同好会へようこそ。どうしよう。あの町にいる真打ちは3人。ホーキンス、ホールデム、スピード、さらに人工的な不思議な果実で能力を得た戦士が約30名。はあ？なんで私？あのクソ陛下、クソ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 お前か、侵入したクソ野郎は。おいおい、下品すぎるぜ。うるさい、クソはしない。あれ、一冊20万ジュエルの仕事、誰かに取られちゃった？ええ、夏がルーシー誘っていくって。ああ、迷ってたのにな。行かなくてよかったかもしれんぞい、デビー。マスター。資金繰りに行き詰まった吉田さんは闇金に手を出し、その筋の組織にも狙われていた。つまり一連の騒ぎの原因はラグビー場に埋められた吉田さんの怨霊の仕業だったのです。それにしてもすごかったぞ、ナナチ。敵の能力を逆手に取った素晴らしい作戦だ。君も奈落の底についてきてくれればいいのに。あのな、お前に頼みたいことができた。おお、なんだ？何でも言ってくれ。キャノモン、私をかばって助けてくれたのね。そのあなたこそ私が求めてた理想のナイトね。え、